乾杯こちらでございます。はい、じゃあ入ってみましょうか。こんばんは、こんばんは、どうも。丸パパ、そしてゆうすけさんもちょっと早いんですけど誕生日おめでとうございます。マイクです。うわ、やばかった。あ、よかった。すごい。いや、めっちゃ嬉しい。いや、ゆうすけさんももうすぐ誕生日ということで、私からちょっと、いいんですか。はい、ありがとうございます。いただきました。またメニュー聞いてください。いいんですか。いや、これどうかな。喜んでくれるかな。ちょっと未知数なんですけど、あ、なんだ、お、サングラス、え、なんでしょう、メガネ、え、お、マジ、そう、え、めっちゃエフェクターの、お、そう、すごい、そう、まさにこれエフェクター、はい、で、ちょっとこれを持ってたんで違うやつで、これめちゃめちゃボロボロで、アロンアルファでつけてる。そうだったんですね。これが好きすぎて、もう絶対これ以外、エフェクター以外つけたくなかったんですよ。ちょっと、マジっすか。いやー、わー、すごい、レンズ入れに行きます。いや、マジっすか。え、めっちゃ嬉しい。いや、いただきました。ありがとうございます。よかった。やった。それはこれ、あの、3回ぐらい手術してるんで。なんか、なんか、あの、あなたにさ、はい、ということでマリンワールド、これはここでやるしかないでしょ。マッスルシグナとしては筋トレをしまする。ルちゃん、マッスル、お、海は広いな、大きな、ラリラダララララ、雨さんさんとこの海落ちて、わずかばかりの運動さ、あんまりだ、あんまりだ、あかみしです。いいね、このやつにするプラスの、あ、光ってるから
色が変わってる。チンアナゴさんです、はい、ローストビーフ丼です。ではいただきます。ローストビーフはね、でもね、あの低脂質でトレーニー飯なんですごい意外と。いただきます。うん、さあ、アーステンボスにやってまいりました。これから入っていきたいと思います。ハウステンボス、どうぞ。お兄さん、こちらからもご案内とさせてございます。いってらっしゃいませ。いいえ、そしてこちら風車ですね。すごい綺麗。風強いのかな。そうね。100万本のチューリップ祭。のメリーゴーランドに来ております。おお、結構高い。うわ、出発進行、ガーガー。うわ、すごいすごいすごい。おお、あー綺麗。いただきます。中庭がありますね。わあ、すごい。すごいな、もう7時やばい。Thank you.
思い切って行ってみたね。綺麗、ここも。うわ。いいね、こういうところで踊るのはやっぱり。わー。わチャン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 、ホテルアムステルダム。小鳥たちのさえずり、澄んだ空気の朝食会場です。はい、ホテルアムステルダムの朝ごはんです。栄養満点。いただきます。クロメ、はい、ネバネバらしいですか。ネバネバどころじゃない。じゃどころじゃないですか。ネバーネバー。ネバーネバー。私の曲でネバーエバーってあるんですけど。そうそうそう。そんなことはどうでもいいから。大分の佐賀の関といえばクロメということで、こちらをですねお土産で購入いたしました。クロメのお味噌汁、お吸い物、汁物に使えるという実績サバ。こちらですね。これが佐賀の関といえば大分のブランド関味関サバ。ご飯大盛りしたんです。これすごい。てかはみ出てるんですよ、ここは。すごい。ちょっと私はやっぱり関味関サバ。これ取らない。生きてんだ。これ生きてます。そうだよ。本当だ、生きてる。動いた。え、すごい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 。この状態で動くの。ご飯ももりもりで、すごいね、これ。で、黒目汁ですね。黒目汁、こちらですね。でね、これは茶碗蒸しが、はい。これは、はい、混ぜて、ご飯に混ぜてご飯に。これ何ですか。これ琉球っていう。あ、琉球。あるこれ。うん。うま。サバだ。うん。関サバ。うんま。やばい。では黒目汁いただきます。すごい、このとろみ。とろっとろだよ、とろとろ。うん。これめっちゃ好きです。そんなにいいんですか。うん、ごまが効いてて美味しい。うん、美味しいですよ。うん、ピリ辛で美味しい。これ何ですか。ブリ、ブリ、ブリ、関ブリ。見てこれだよ、この大きさ。全体もう昇天しちゃうやつ。いただきます。うん、うん、今まで食べたのが一番うまいかも。うん、
かお醤油もちょっと甘い感じのね。ね。私ね、お醤油開けたからね。おいしい、このお醤油も。おいしいさ。うん、すごいさ。この歯ごたえ、骨切ってたじゃん。これはうまいわ。インスタントでいいでしょ。海がめっちゃ綺麗。山の関。うわあ。焼きの四つ葉さんのみたらし団子、四つ葉さんのみたらし団子、いただきます。うん、もうね、一個一個が見てください、めっちゃ大きいんですよね。もちのこの食感も弾力性が最高だし、タレ今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも皆さんが元気になれるような動画を作っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。旅するマッスルシンガー天道清隆でした。